はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう見えてますけれどもね、早速ですがご紹介したいと思います。こちら出ました、ユニクロバンダイコラボレーションですね。 HG144/1、ガンダムユニクロカラーということでね、ガンプラです、 HG ですね。はい、こちら、今日がね、まあ、発売してるのは T シャツなんですけれども、 T シャツ2枚買うと、ザクかガンダム、どちらか1つ選べるんで、まあ、T シャツを購入してもらってきたっていうものですね。はい、なので、まあ、数に限りがありますんでね、今日が発売なので、まあ、欲しい人はね早めに行くことをお勧めします。はい、ではね、早速中身をね見ていきたいと思います。はい、箱の外見はこういう感じ、Not for sale、 非売品であること。はい、中身は至ってシンプルですね。はい、白と赤ですね。白と赤のユニクロカラーですね。思いっきりもうランナーがもう少ないね、やっぱ HG は。うん、で、ここにね、トリセツがありますね。はい、うん、本当に、赤と白2色。いや、本当ね、簡単に組み立てられるようなものですね。うん、で、こういう感じで仕上がりますということでね、うん、まあほんと白と赤だけなんですけれども、ね、デカールとマーキングシールはもうあれですね、ユニクロみたいな、マークのやつですね。実際ね、まあ自分の場合はこれは組み立てません。うん、まあ組み立てるとね、そのものの価値というものがなくなるし、まあ組み立てたところでそこまでかっこよくないですよね。色も2色しかないし、はい。なのでこれはもう本当ガンダムとしてのねファンアイテム、じゃないかなと思います。はい。なのでまあコレクションとしてね、取っておきたいと思います。ということでね、実は、ザクも買ってあります買ってあるやつがもらってきてます。はい、はい、まあ、ザクもね一緒ですね。はい、まあランナーっていうかなんかパーツはちょっとガンダムより多いね、多分。で、説明書、これもね、ほんと2色。はい、で、こういう感じ。なんか新鮮だね、白をベースにしたザクみたいな、ある意味新鮮で、ここにやっぱユニクロマークがありますね。はい、という感じの、まあ、2体ですね。はい、まあね、一応まあガンプラだけを紹介するのもあれなんで、とりあえずね、じゃあ何をね、T シャツ買ったんだっていう話なんですけども、結構種類あるんですよね。8種類ぐらいあるの？でね、自分が、購入してきた T シャツをご紹介します。じゃあちょっと話した方がいいかな。はい、ではね、1枚目ね、はい、こちらです。はい、ガンダムのね、名シーンラストシューティングを、モザイクアートみたいにね、こういう風に一場面一場面ね、つなぎ合わせて、ガンダムのラストシューティングを、
再現してるっていうやつですね、はい、ユニクロガンダムでね、これかっこいいのはね、これホログラムチックなね、このタグ2がついてるんですよね。かっこいいね、これね。40周年、ガンダム40周年アニバーサリー、はい、でね、価格はね、1500円、まあ、自分は L サイズ買ってきました、はい、1500円なんでね、2枚で1個もらえるんで3000円ですね、はい、なので自分の場合2個買ってるんで6000円、プラス税金で、税金じゃない、税込み、税抜きで1500円、うん、で6000円、はい、うん、じゃあ見ていこう、はい、こんな感じ。かっこいいよね、うん、いや、いいわ、うん、ラストシューティングいいね。やっぱガンダムと同系ね、名場面として思い浮かぶのはラストシューティングって結構多いんじゃないですかね。裏はね、裏は後ろにね、ここに、ユニバーサルセンチュリー、0079って書いてありますね。はい、これがね、1枚目ということでね、はい、で、2枚目はこちら、はい、まあ、これもね、いろいろなキャラクターの、集合体っていうかね、うん、まあアニメのね、本当あれをプリントしたシーンをね、プリントした T シャツです。これも L サイズ、まあ自分はね、大きいサイズっていうかね、うん、前まで M だったんですけどね、なんか最近成長期なのかね、うん、ちょっと L になっちゃったんですよね。でこういう感じ、うわあ、いいね、これもいい、すごくいい、ガンダムファンはいいね、こういうのね、はい、で、裏がね、こう書いてありますね、はい、まあ大体、まあ、コロニーとかのあれだね、サイドセブン、ルナ2とかジャブロー、セントラルアジア、ベルファースト、ソロモン、オデッサ、あ、バオアクー、はい、うん、ほとんど基地とかのあれですね、名前、いや、これもいいね、はい、これは2枚目で、3枚目が、こちら、これはね、ポケットがついている T シャツ、ザク2、シャーザクですね、シャーザクをモチーフにしてるやつで、まあ、パッと広げるとね、一見ほんとただのね、うん、ここに刺繍があるぐらいの T シャツかと思うんですけど、これバックプリントがあるんですよね。それがかっこいい。はい。見てください、このバックプリント。めっちゃかっこいいんだよね、これ。シャーザク。これが一番かっこいいかもしれない、 T シャツで。バックプリントで、デカデカとね、シャーザク。これかっこいい。めっちゃかっこいいよ、これ。はい。はい、こういう感じですね。うん、いやー、すげー、このシャーザクかっこいいね。はい。で、ラストが、こちらこれ何、すっげーかわいいやつを買いましたね。アッカイ3体に、これジャブローだね、うん、ジャブロー、で、シャーズゴック、はい、これポケット付きでね、シャーズゴックが隠れてますこれかわいいよね。これはもう本当ね、こういう感じのやつで、まあ裏もね、なんもない、裏はなんもない、うん、本当ね、これはね、ここのワンポイントだけですね、本当ね。いや、これはね、何気に、まあ日常的にね、うん、使えなくもないねそこまで大きく主張はしてないんでね、というね、以上の、
まあ、4枚買ってきました。いや他にもね、なんか気になる T シャツあったんですけどね、まあまだガンプラって金に余裕があったら追加で買うかもしれないね。まああのアムロの放心状態のやつとかもあったしね。あとはアーパーワークのね、コンペイトーのやつ、まああと他にもいろいろなんかありましたね。でね、これ買いに行った時ね、なんかね、自分の前にレジにいた人がね、なんかガンプラもらってましたけどね、見たらあの若い女性の方でしたね。いやこういう人もね、こういう女の子も買うんだと思って、まあ、彼氏へのプレゼントなのか、それともガンプラ女子なのかね、どっちかだと思うんですけどね。いや結構やっぱね、みんなこれ目当てで買いに来てる人いるみたいなんでね、なくなり次第終了となっちゃうんでね、皆さんお早めにね。まあガンプがなくなっても T シャツはあるかもしんないね。もう自分は日常的にこれを着るかって言ったらちょっとわからないあまりにもガンダムしちゃってるんでね、まあ秋葉行く時ぐらいとかなんか限られるね、部屋着とか、それかもうこれもファンアイテムの一部として取っとくとかね、まあどっちかだと思うな。はい、まあ長々とね、話しちゃいましたが、今日はこんな感じで終わりたいと思います。まあ一風変わったね、ちょっと紹介になってしまいましたが、この機会にね、ぜひチャンネル登録、またね見ていただけましたら、ぜひねいいねボタン、よろしくお願いします。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。